ミトー TV 北陸を音楽で元気に、私たち北陸アイドル部です。秋を駆け抜けろ、早押し秋の雑学クイズ選手権をやっていきます。イエーイ。なんで俺、いいじゃん。一問も答えられなかったということでちょっとかわいそうなんで、今回出てもらうことにしました。イエーイ。それでは第1問、はい、相撲で横綱の次に強いランクは。はいはい、はいはい、ズナ系ではない。最近石川県出身の大野里がなった。それはわかるよ。親方違います。あ、大関。はい、あ、やった。1980年代に全日本女子プロレスで活躍した極悪同盟のリーダーは。デビル。デビルじゃない。え、今ドラマで流行ってる。あ、デビル入ってる。デビルはないです。なんちゃら松本。え、レッド松本。あ、違います。違う。トラックみたいな乗り物です。あ、はい、4トン松本。違う。何、ダンプカーので、ダンプ松本。正解。ダンプね。ボッティチェリの絵画作品で、この作品名は何でしょうか。あ、これバーチャンジやる。バーチャンジ。え、貝殻チェリー。違います。真ん中の人よく見てください。あれはビーナスです。貝殻ビーナス。ビーナスのなんとか。漢字二文字。はい、はい、ビーナスの誕生。正解。くるみちゃんが勝ったということで、来週のオータムクイズ王決定戦にはくるみちゃんに出てもらいます。イエーイ。じゃあ次に期待します。頑張る。